Why did Michelangelo Buonarroti draw Phrygian caps in his paintings? Speaking of Phrygian caps, they indicate Mithraism, and speaking of Mithraism, it indicates Phrygian caps. For example, a Phrygian cap is depicted in the picture of the entombment. Then, I received a comment from Ayusu-san, in which he or she points out that the Phrygian cap is also drawn in a picture generally called the Creation of Adam. So, when I looked it up, I knew it was exactly a Phrygian cap. To the right of the picture is a god, probably El Shaddai, but I knew that the cloud-like thing surrounding El Shaddai was seemingly a Phrygian cap. However, I found that a Phrygian cap is also drawn on the upper left of the picture. Ayusu-san says it's also a Phrygian cap. Ayusu-san is correct. It is a Phrygian cap. However, with this alone, you may say it just looks like a Phrygian cap. Then, when viewed side by side with the Phrygian cap depicted in the picture of the entombment, it is certainly a Phrygian cap. However, another big mystery arises here. So, why did Michelangelo draw Phrygian caps in his paintings in the form of such a hidden message? The entombment depicts Shamash Jesus being killed by Inanna Maria and others. Also, the creation of Adam does not depict the creation of Adam, but it depicts the very moment when Christ and El Shaddai are about to break up. Then, these facts can be interpreted as follows. For Michelangelo Buonarroti, the Phrygian cap is not a symbol of freedom, but a symbol of rebellion. In this video, I, Hiroshi Hayashi, will explain it. なぜミケランジェロ・ブラノティは自分の絵画の中にフリジア帽子を描いたのか。フリジア帽子といえばミトラ教、ミトラ教といえばフリジア帽子ということになります。例えば埋葬という絵の中にもそのフリジア帽子が隠し絵の形で描かれています。で、アユスさんという方から一般にはアダムの創造と呼ばれている絵の中にもそのフリジア帽子が描かれているというコメントをもらいました。で、早速調べてみるとそれはまさにフリジア帽子でした。その絵の右には神、つまり多分エルシャダイと思われる神が描かれていますが、そのエルシャダイを取り囲んでいる雲のようなものがフリジア帽子をかたどったものであることは分かっていましたが、その絵の左上にもフリジア帽子が描かれているのが分かりました。アユスさんはそれもフリジア帽子ではないかと言います。そうです、フリジア帽子です。もっともこれだけですとそれはそのようにも見えるというだけで終わってしまうかもしれませんが、埋葬の絵の中に描かれているフリジア帽子と並べてみるとそれはまさしくフリジア帽子ですが、ここでまた大きな謎が一つ生じてきます。ではなぜミケランジェロはこのような隠し絵という形式で自分の絵画の中にフリジア帽子を描いたのでしょうか。埋葬という絵の中ではシャマーシュイエスがイナンナマリアたちによって殺害される様子を表現したものです。またアダムの創造という絵の中ではアダムの創造の様子を描いたものではなく、キリストと多分エルシャダイと思われる
神が決別しようとするまさにその瞬間を描いたものです。となると次のようにも解釈できます。つまりミケランジェロにとってはフリジア帽子は自由のシンボルではなく決別のシンボルであるとです。この動画の中ではそれを順に説明していきます。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。今日の動画は内容が複雑です。皆さんご存知のアダムの創造と言われているシスティナ礼拝堂の天井画ですが、ここに奇妙なものが描かれています。アユスさんという方が左上の奇妙な物体はですね、フリジア帽子ではないかと指摘してくださいました。右はその同じ絵の中に描かれているフリジア帽子ということになります。輪郭をたどってみてください。赤色で着色してみました。つまりこのエルシャダイと思われる神はですね、フリジア帽子をかたどった雲のようなものの中にいるということになります。そして皆どの人も暗く沈んだ顔をしています。そしてフリジア帽子がですね、右の埋葬の絵の中にも描き込んでありました。赤枠で囲ってみました。遠方に奇妙な形をした山があります。これはフリジア帽子であるということになります。つまりこの時点においてシャマーシュイエスはフリジア帽子、つまりミトラ教の方に寝返ったということを意味しているわけです。それゆえにシャマーシュイエスはイナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、そして裏切り者のユダによって殺されたということを示しています。こうしてミケランジェロが描いた隠し絵を並べてみるとですね、左上のアダムの創造と呼ばれている絵の中に描かれているこの奇妙な物体がどうしてフリジア帽子ではないかということにもなるわけです。そして大変興味深いことにですね、右下ウジェーヌ・ドラクロワの描いたマリアンヌの絵を見てください。頭に赤いフリジア帽子をかぶっているのがわかります。そしてそのフリジア帽子は左から2番目のミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いたフリジア帽と一致しているのがわかります。つまりウジェーヌ・ドラクロワはですね、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂に描いたその絵がですね、フリジア帽子であることを知っていてこのような絵を描いたのかということになりますが、それはありえません。左から2番目ミケランジェロが描いたこの絵がですね、フリジア帽子であるということを発見したのは2012年以後の私林博だからです。まあ、それはともかくもこうして謎と謎がですね、点となり、そして線でつながっていくということになります。もう一度ミケランジェロの描いた赤いフリジア帽子と、そして、ウジェーヌ・ドラクロワの描いた赤いフリジア帽子を比較してみてください。形が酷似しているのがわかります。特にその右端のですね、フリジア帽子の先が下側へ折れ曲がっている様子も一致しています。話を先に進める前に、いくつか重要な外堀を埋めておかねばなりません。なぜミケランジェロ・バナノティはこのような絵を描いたのかということについてです。この天井画の中心部にそれが描かれています。矢印で囲んだ部分です。この絵について公式にはアダムの創造と説明されていますが、これはアダムの創造などというような生やさしい絵ではありません。この絵の中には大変な秘密が隠されていました。で、このイポックタイムズ
公式ホームページの中にそれが説明されています。この中心ですね、2人の人物が今指と指を合わせようとしているという絵ですが、本当にそうでしょうか。ポルトガル語の言語を日本語に翻訳してみました。ここが今日の最初のポイントですから、もう一度読んでみます。アダム創造の絵で、カペラ・システィーナでは最もよく知られた絵である。指を触れることで神は彼に似せて作ったアダムに生命を与えるところである。左がアダム、右が神、つまりエルシャダイということになりますが、この絵を見る限り、左のアダムは神に生命を与えられる前にすでに生きているかのように見えますが、それはともかくも左のアダムは、これはアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこれからしてみたいと思います。では検証してみましょう。もう一度カペラ・システィーナの礼拝堂に戻ります。壁画を見てください。この中央に描かれている人物に注意してください。この人物ですね、まあ、神ということになるわけですけども、最後の審判をしている神ということになります。この中央に描かれている人物と、先ほどお見せしました天井画の方のこの人物と比較してみてください。アダムということになっていますが、これら二人は全く同じ人物です。顔の、まあ、見る角度が違いますから、やや違って見えるかもしれませんけども、細部を比較していきますと同じだということがわかります。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。特にこの鼻ですね、そしてから鼻の穴の表現の仕方、そして髪の毛が縮れている様など、違いがないという点で、まあ、この二人は同じと見ます。角度が違ってもですね、顔は顔、同じ顔は同じ顔ということになります。ここを最初に出ますか、確認しておいてください。ではこの向かって左の人物は誰かということです。その謎を解く鍵が、その壁画自体の中に隠されていました。中央の人物を見てください。そしてその下に二人の人物が描かれています。この二人の人物の中に77という数字が隠し込まれていました。隠し文字です。一文字です。77です。注意深くご覧ください。そしてその77はカバラの秘数学、つまりジュイシュゲマトリアによればキリストを意味します。ジュイシュゲマトリアです。この赤い枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。 Christ Simple Gematria 77ですね。なあち77はキリストを意味します。つまりこの中央に描かれている人物はイエス・キリストということになります。 by 林博士発見です。もう一度確認してください。77ですね、キリストです。そして77はジュイッシュゲマトリア、ユダヤのゲマトリア、わかりやすく言えば暗号によればキリストを意味します。つまりこのような形で1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストは、ミケランジェロという操り人形芸術家を通してここに描かれているのはイエス・キリストであるということを示しました。それが私たち人間に対するメッセージということになります。そしてそれと同じ顔の人物を天井画のあのアダムの創造の絵の中に描きました。左上が壁画、右が
天井画ということになります。この二人の人物の顔は同じです。イコール左がキリストですから、右もキリストということになります。アダムなんかではありません。その証拠にもう一度この2枚の絵を見てください。ハンドジェスチャーに注意してください。ハンドジェスチャーです。中指と薬指がくっついています。注意深くご覧ください。つまりこれはシグナム・マラノ、マラノの手です。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。ユダヤ教徒たちはキリスト教の迫害を逃れて、密かにキリスト教徒のふりをしながらユダヤ教を信仰しておりました。そのシンボル的なハンドジェスチャーがシグナム・マラノということになります。後のイエズス会、そしてその前後のイルミナティのハンドジェスチャーということになります。このような形で隠れユダヤ教徒たちは自分たちはユダヤ教徒であることを示しました。シグナム・マラノです。つまりここに描かれている神はアダムなんかではなくてイエス・キリスト自身であったということになります。が、左がイエス・キリストであるとするならば、ローマン・カトリックにとっては誠にもってまずい絵ということになります。つまりこれはイエス・キリストと神が指と指を合わせようとしているような絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が手と手を離してたもとを分かとうとしている絵ということになります。イエス・キリストと神が分かれようとしている絵ということになります。だから右の神の周囲の人物をもう一度よく見てください。ここには笑いもなければ喜びもない、どの顔も恐れ悲しみおののき、そして不安そうにイエス・キリストを眺めています。そして中央にいるエルシャダイと思われる神も何やら険しい表情をしています。これはキリストと神が指を合わせようとしているその瞬間の絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が分かれようとしているその瞬間の絵ということになります。Shamash, Jesus was murdered by Mary, John the Baptist, and Judas the traitor. But why? Why was he murdered? The key to solving the mystery was in the painting of the entombment, which is said to have been drawn by Michelangelo Buonarroti.In the distance of the picture of the entombment, you can see a strangely shaped mountain. That mountain is a key to solving this mystery. シャマーシュイエスはマリアとバプティストのヨハネ、それに裏切り者のユダによって殺害されますが、なぜ殺害されたのでしょうか。その謎を解く鍵はミケランジェロが描いたと言われている埋葬の絵の中にありました。埋葬の絵の遠くに奇妙な形をした山があるのがわかります。その山こそがこの謎を解く鍵となりました。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。
なぜイナンナ・マリアはシャマーシュ・ウツを殺害したかということです。一番下にウツと書いてあるのがシャマーシュです。イナンナの兄の位置にいました。なぜか、その答えはミケランジェロ・バロヌティが書いたと言われている埋葬の絵の中にありました。左がマルドックです。マルドックはバビロンの出身でした。そのバビロンから、まあ、ゾラスター教の本拠地ですけども、ミトラが生まれます。そしてミトラ教を起こします。一方ウツとイナンナ、シャマーシュとイナンナはキリスト教の原型を立ち上げますが、何があったのか。イナンナ・マリアはウツ・シャマーシュを殺害します。その答えは今矢印で示したところにあります。遠くに奇妙な形をした山があります。拡大してみます。で、この山に注意してください。この山です。この山はフリジア帽をかたどった山ではないかと以前森本聡さんが教えてくださいました。そうです、フリジア帽です。つまりこのような形でイエス、シャマーシュイエスがですね、フリジア帽で象徴されるミトラ教に寝返ったことを示しました。大きさもそのまま合います。で、左下を見てください。ミトラはフリジア帽をかぶっています。フリジア帽イコールミトラ、ミトライコールフリジア帽ということになります。形も一致します。つまりこのような形でミケランジェロ・バロヌティを通して1500年後のカイン・キリストはなぜシャマーシュ・イエスが殺害されたかを、その理由をこの埋葬の絵の中に書き残したということになります。話を少し戻しますが、これはアダムの創造と呼ばれている絵ですが、これはアダムの創造なる絵ではありません。左に描かれているのがキリストです。システナ礼拝堂の壁画のあの最後の審判の中央に描かれている人物と顔が一致します。そしてその絵の向こうにはですね、何やら奇妙な物体が描かれています。これだけですと何かと確定はできませんが、右のフリジア帽子と並べて考えてみてください。私林博士は右はフリジア帽子をかたどったものだと判断しました。で、その流れの中で左の山の向こうに書かれているのもフリジア帽子であると判断しました。つまりキリストはミトラ教に寝返ったということになります。つまり反乱を起こしたということになります。同じ隠し絵で描かれているのが埋葬の絵ということになります。右、赤枠で囲った部分を見てください。やはり同じようにフリジア帽子が描かれています。色も同じです。形も同じですと判断します。つまりこのような形でミケランジェロ・バロヌティは左のキリストがですね、反乱を起こして、つまりはミトラ教に寝返ったことを示し、右のイエス、シャマーシュイエスがですね、同じように反乱を起こしてミトラ教に寝返ったことを示しています。が、ここでさらに興味深い事実が浮かび上がってきます。これはウジェーヌ・ドラクロワの書いたマリアーヌです。そのマリアンヌがですね、頭にフリジア帽をかぶっています。フランス革命の闘士たちは皆赤いフリジア帽子をかぶって戦いました。その帽子と左から2番目ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いたあの赤いフリジア帽子と見比べてみてください。全く同じであることがわかります。となるとウジェーヌ・ドラクロワはですね、ミケランジェロのこの絵のことを知っていて、それを真似て描いたのかということになりますが、先にも言いましたように、
左から2番目の赤いこの物体がですね、フリジャ帽子であるということを発見したのは2012年以後の私、林博史です。ウジェーヌ・ドラクロワがですね、知る由もなかった事実ということになります。2人の、と言いますか、2つのフリジャ帽子を丁寧に比較してみてください。左がミケランジェロの描いたフリジャ帽子です。右がウジェーヌ・ドラクロワの描いたフリジャ帽子です。全く同じです。ということは、ひょっとしてウジェーヌ・ドラクロワもまたということになります。理由がないわけではありません。あの1789年に起きたフランス革命は何から何まで神がかっています。もう一つ外堀を埋めておきます。Our human history has been warped, skipped, and very often concocted by ourselves, as we see now. Here we see again the French Revolution, which occurred on July the 14th in the year of 1789. Using number 7 in this date and year, for it occurred on the 17th day of the 7th month in the year of 1789, when these four numbers added, it makes 25 and then 2 plus 5 makes 7. It may be easy to say that these are just a coincidence. As is, I, Hiroshi Hayashi, don't think so. 自由の女神像、英語では Statue of Liberty と言いますが、アメリカ合衆国のニューヨーク構内、リバティ島にある像である。正式名称は世界を照らす自由 Liberty Enlightening the World であると。本来のモデルはフランスの象徴マリアンヌで、性別は女性である。しかし像自体の性別ははっきりと分かっているわけではない。で、重要なのは次の部分です。象の頭の部分までの高さは 33.86m、111.1ft、台座からトーチ、つまり松明までの高さは 46.05m、つまり 151.1ft、台座の高さは 47m、153ft、台座部分を含めると 93m、305.1ft、総重量は225トンである。これについて、暁さんよりですね、この女神は本当に女神なのでしょうかという、疑問をいただきましたが、それが今日のポイントではありません。頭部からは7本の光線が放出されています。冠部分の窓の数は25で、2+5=7 となっています。台座の柱の数は16本で、1+6は7です。トーチの葉っぱの数も16枚です。ということなんですね。寸法も不思議です。頭部までの高さ 111.1フィート、トーチまでの高さ 151.1フィート、人差し指は 8.1フィート、なぜか1インチ突出しています。非数学的には151.1フィート=1813インチと考え、1813÷7は259、2+5+9は16、1+6=7と考えるようです。つまりわざわざ7を導くために1インチ高くしているらしいということがこれでわかりますと。つまりこうした数字合わせは偶然なのか、それとも意図的な何か隠された目的のためにそうなされたのか、大きな謎が残ります。念のために
もう一度数字を整理しておきたいと思います。まあ、赤月さんがおっしゃるのはですね、151フィート1インチ、1813インチ、それを7で割ると259になると。で、259をバラバラにして足すと16、つまり 1+6=7 のバビロニアの非数学にのっとった数字になるというわけです。 7という数字が出てきます。で、他の数字についても調べてみます。頭部までが1333インチですね。で、頭頂までは上に示してあるように1813インチです。そして、人差し指の長さが97インチで、非数学的な数字は出てきませんでしたけども、1、1、1が並ぶということですね。1、1、1です。もっともこれだけですと辻褄合わせということになりますが、そのフランス革命が起きた年月日もこれまた不思議なんですね。1789年の7月14日に勃発しています。で、その7月14日をですね、同じく非数学的に考えると7番目の月の14番目の日、つまりここでも77が出てきます。さらに1789年についてもこれらの数字をですね、バラバラにして足しますと25になります。その25をですね、さらにバラバラにして足しますと7になります。つまりここでもやはり非数学が使われているのがわかります。この事実をどのように考えたらよいかということになります。ところで、ここで少し話が脇道にそれますが、あのパブロ・ピカソはその代表作ゲルニカの中に自由の像を描き込んでいました。この部分がその自由の像であると私林博士は判断しました。その証拠がですね、この上の絵の人物の髪の毛に残っていました。丸い枠で囲った部分に注意してください。その左に拡大してみました。ここに7本の髪の毛が描かれています。7本の髪の毛です。つまりここで7という数字が自由の像の光線の数と一致します。つまりパブロ・ピカソはゲルニカの絵の中に自由の像を描き込んだということになります。さらにこんな興味深い事実もあります。システィーナ礼拝堂の天井に描かれている絵です。ミケランジェロなる画家の作品と言われていますが、このアダムの創造と言われている絵の右上の神に注意してください。神の周りに奇妙な物体が描かれています。その形はですね、フランス革命の時に活躍したマリアンヌのかぶっているフリギア帽の形と一致しています。この偶然をどのように考えたらよいかということになります。帽子の形とその上のですね、神を取り囲んでいる奇妙な物体の形をですね、比較してみてください。全く同じなんですね。もちろんその間には200年から300年の年月が流れています。中央下がマリアンヌです。フリギア帽をかぶっています。そのフリギア帽をですね、なんと1500年代にミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描いていたかもしれないということになります。がさらに謎が続きます。2枚の絵を見比べてみてください。左がミケランジェロ・ボラノティがシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描いた、つまりはフリジア帽子ということになります。右がウジェーヌ・ドラクロワがですね、フランス革命の後に描いたフリジア帽子ということになります。どうしてこの2者は一致しているのかということになります。唯一考えられるのはですね、ウジェーヌ・ドラクロワがですね、ミケランジェロが描いたそのフリジア帽子がですね、フリジア帽子であることを知っていて、まあ、それを
真似して描いたということになりますが、それはありえません。なぜならば、左から2番目のフリジア帽子がフリジア帽子であることを発見したのは2012年以後の私、林博史だからです。となると、こうした事実をどう考えたらよいかということですけども、さらにもう一つ考えられることはですね、偶然の一致ということになるわけです。まあ、しかし、偶然の一致という言葉ほどある意味で便利な言葉はありません。すべてを偶然の一致で済ましてしまえばですね、つまりは謎は謎のままいつまでも謎のまま残るということになります。それはさておきですね、なぜ一致したかということになります。まさに時空を超えた謎めいた話ということになりますが、しかしミケランジェロはこんな絵も描き残しています。まさに時空を超えた謎ということになります。そして神秘の絵の中に描かれている左の赤い太陽のように見えるものは、実は太陽ではなくて核兵器の爆発の様子を示したものであるということになるのではないでしょうか。が、そう考えることは人類にとっては誠にもって恐ろしい話ということになります。つまり1500年後のイエスはルネサンスの時代に現れて、そしてアントニオ・カンピという操り人形芸術家を通して私たちに深刻かつ重大な警告を与えたということになります。つまりこの絵はですね、まさしくハルマゲドンの様子を表したものということになります。そしてそのハルマゲドンを起こすといいますか、原因となるのが実は核戦争であるということになるのではないでしょうか。つまり1500年後のイエスは今から500年ほど前に人間に対してすでにこのような警告を発していたということになります。
論ということになります。ミケランジェロ・バラノティなる画家が描いたと言われているシスティーナ礼拝堂の天井画です。アダムの創造と説明されている絵です。この絵の左奥の向こうにフリジア帽子が描かれていたということなんですね。そして右の神もですね、フリジア帽子をかたどった、まあ、雲のようなものの中にいるということになります。フリジア帽子、フリジア帽子とつながっていきますが、これだけではフリジア帽子とは言えないかもしれませんが、埋葬の絵の中に描かれている、まあ、東北の山もですね、フリジア帽子と考えるとやはりこれもフリジア帽子ということになるのではないでしょうか。色も一致しています。そして髪の毛の縞と帽子の縞も一致しています。右下が埋葬と題された絵です。シャマーシイエスがバプティストのヨハネ、裏切り者のユダ、そしてマリアの3人によって殺害されている様を描いたものです。その向こうにもやはりフリジア帽子が描かれています。色が一致している点に注意してください。つまり左の、まあ、このキリストと判断した人物がかぶっているのはですね、フリジア帽子ということになります。そしてシャマーシイエスもそのフリジア帽子をかぶるとですね、同じように、まあ、表現されているということですよね。まあ、移動してみるとそのまま大きさも一致するということです。そしてフランス革命の後にですね、このような絵も描かれたということです。このマリアーヌのかぶっているこの帽子もですね、フリジア帽子であり、その色形は左から2番目の、つまりはエルシャダイなる神をですね、取り囲んでいる雲のような物体と一致しています。こうして時空を超えて、つまり、まあ、隠し絵、魂絵がですね、一致しているという点です。まあ、まさに神々はですね、時空を超えてこのようなメッセージを私たち人間に残したということになるのではないでしょうか。まあ、あるいはこうした事実をですね、どのように判断するかということにもなってくるわけです。偶然の一致、あるいはそのようにも見えるかもしれないという判断だけでは、つまりは神と人間の織りなす壮大な地球史というものをですね、人間はいつまでたっても理解できないということになるのではないでしょうか。最後にウジェーヌ・ドラクロワの描いた絵をじっくりと鑑賞していただきたいと思います。